こんにちは、ネモです。アナザーエデンやっていきます。今回は、隠し要素ですね、おそらく。の、最強の武器作り、いきたいと思います。で、最近、ツイッターでものすごい、アナザーエデン詳しそうな方をフォローさせていただいて、で、お、これは面白い要素があるな、というところで、参考にさせていただいて、皆さんにご紹介できればな、というところです。で、まず、必要な手順が、砂漠の村のザルボーのこの辺の位置ですね。の民家に入ります。で、何にもびっくりついてないんですけど、この人魚くん触れると、なんと、ワープゾーンが開きますと。なので入っていきます。で、前提として、23章 ?24 章かな?の、ジオメタルの箱を手に入れておく必要があります。まず。で、ダルボーに来て、この手順でワープしてきてというところですね。で、画面の右下の方です。に、まあ、地蔵があるんですよ、ここに。で、この地蔵もびっくり出てないんですけど、触ると、いい具合の穴が開いてて、ジオメタルの密閉箱を埋めますかと。はい、と。いう形で埋めてください。2万年の半減期を待てばいいんだよなと。というところで、ここまでやると、まず村に戻りますと、ダルボーの。戻りますと。で、さっきの埋めたところが、おそらく少し先の未来ですね、ここが。この砂漠の村が少し先の未来になるので、まあ、時間が経ってますよと。要するにね。タイムカプセル的な感じですね。で、行って、持続に触りますと。そうすると、会話がスタートします。イベントがスタートしますね。で、リーカちゃんがチェックしてくれて。で、まだダメですねと。あと数百年かかりますと。ですので、ここからさらに未来に飛びます。未来の最果ての島に行きます。で、最果ての島の右下ですね。ここにボロボロになった地蔵くんがいますと。もう流されててもおかしくないけどな。で、ジオメタルは OK になりますと。で、ここから、星の塔に行きます。星の塔。星の塔、未来だっけな。古代か。で、星の塔を登っていきます。まさかの。ついでに強敵と。はい、ということで、星の塔が長すぎたため、カットして、ここまでやってまいりました。頂上ですね。で、博士が残してくれた、ロボットくんに、話しかけますと。
そうするとまだイベントが進みます。あなた方は、はい、で資料を引き渡してくれますと。でここでもらったら次はエルジオンの研究者に話しかける形ですね。ただ隠し要素がもう一つあるみたいで、フィアーを倒しておくとこの星の塔のトロッコが使えるようになるようですと。でそれがサクサク降りていきます。いいデータが取れるか。ここは大丈夫だろう、そんなに長くないだろう。もうサクッと降りていくだけなんだね。ここじゃないか、下まで行かんとダメだ。逃げれた。でサクサク降りていきますと。でこの地下ですね、ここからよかった調べといて。でK だね。で次が M。 上から使っていけばいける形ですね。で、C。で、最後 E と。謎だった人も多いんじゃないですか。僕は初回の時、ここ来た時に、向こう側に階段があったことなど気づかずマップでジャンプしましたけどね。で、ここのトロッコが使えるようになりますと。で、このトロッコを使うと、なんと、パルシファル宮殿につながっていて、宝箱が2つも取れますと。で、ここ、早急の腕輪があるので、ミビウスリングとかなり強い武器ですと。これ、僕、作るのすごい苦労する武器の一つだと思うんで、ごめんなさい、武器じゃないですね、防具ですね。ぜひ取ってくださいと。これ多分作れるやつで最強の防具ですね、今んとこ僕。メビウスリングも込みで。で、メビウスリングは何個か作ってあるんですけど、結構素材集め大変なので、まあここでもらえるんだったらもらった方がいいと思います。で、クレルボンにつけるか。マリエルはもう別に防具なくても強いんでね、相当耐久がね。という感じです。で、エルジオンに行きましょう。で、エルジオンの地かな。このおっちゃんですね、おそらく。お、なんだ兄ちゃん、また浮かれポンチでも持ってきてくれたのかと。10メダルを奪われた。
ということで武器を作ってもらいますと。で、確かこれ50だったかな。で、剣、刀、槍、弓、斧、拳、これが作れるみたいですね。で、現状を考えるんだったら、当然、シュゼットちゃんがいるんで、槍なんですけど、155、50か、強っ。まあ、今後ね、入ってくるキャラを考えたいのと、結構、もうこの武器でも強いんですよね、ぶっちゃけ。魔法攻撃力はないにせよ。136も攻撃力あるんですよ。というところで、まあ、どれにしよっかな、という悩みが増えるジオメタル界でした、というところですね。で、まあ、ここの武器もそうなんですけど、やっぱ防具が非常に重要で、このトロッコで入る2個の防具、クソ強いので、ぜひこれをまず手に入れてくださいというところですね。さらについでに武器手に入りますというところなので、必ず星の塔のフィアーは倒して、宝箱をですね、獲得いただければ、メンバーの強化、ラスボス前ですね、間違いなしと。いうところであると思います。僕も今のでちょっと強化されましたというところですね。今回の動画は以上となります。ぜひ皆さんのLikeボタン、コメントお待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。